はい、サブランゲームズ一生懸命というわけで、マリオカートデラックス、デラックスやります。よろしくね。はい。やっていきます。ここは。というわけで、アップデート来ましたね。やっと来ましたね。ちょっと、今絶賛ね、花粉症で、めちゃめちゃ濃いコモクソなんですけど、まあ、ご了承願いたいというところ。あ、待って、200cc だった。200cc なんかいい。いやー、待って。まあ、下っても、よいしょ。やば。適当に投げて、うい。前のミドさんがやばくて、うい。おら、こういうことです。というわけで、環境もガラッと変わったよね。変わったよね。丸花というね、選択肢はまだあるんだけれども、ちょっと、まあ、丸花より早いカスタムが、まあ、見つかってね、あれですね。なんか変わりましたね、環境が。まあ、環境変わっては、これが、まあ、今のところ、環境でもあるし、まあ、一応最強カスタムの、まあ、選択肢の、あ、もっと2、3個ぐらい、まあ、ワルハナとかワルパッドとか含めて、いや、もっとあるんですけど、まあ、とりあえず、落ち着くまでは、このターボ値がめちゃめちゃ重視されたカスタム使われるでしょうとのことで。待って、危ない。待って、これ、いけるよ。いけるよ。おー、あー、もう無理。あー、もう無理。はい、というわけで、第2レース目はマリオスタジアムということでね、やっていきたいと思います。よいしょ。しっかりさ、これもあるし。これでこういく。いや、キモすぎ、マジで。いや、キモすぎ。え？ははは、ロゼッタ揃ってるな。ロゼッタ揃ってるね、これ。はい、というわけで、テルサレイクですね。ちょっとこれカスタム変えたんだけど、これもちょっとね、ちょっと注目があるカスタムです。はい、ここ。まあ、ターボ値があるんだよね。まあ、要はターボ値だよ。このマリオカートっていうゲーム、ターボ値が一番大切だから。なんか早いんだよね。そして金を、やっぱみんな取らないね。そして、俺は多分ね、一人でね、こう行っていいと思うんだよ。めちゃめちゃ抜けるね。どこから来た、それ。オッケー。被弾させて、まあ、被弾させる意味はないけれども。オッケー。しっかりテイクも決めて、めちゃめちゃやりづらいんだよな。どうしようかな。ここで、こう投げとこうかね。危ない。こんなね。オッケー。よいしょ。何に当たった、俺。よいしょ、よ、よ。うわー、危ねえ。ちょ、それ。そして即決。わー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 、やばすぎ。よいしょ。気持ちいい。ちょっと、何それ。ちょっと待って。待って、グーの音も出ません。マジで。何、総力でかますと。パックンって警告出なかったっけ？は？気のせい。まあ、マリオカートなんでね。こいつもそうですよ。さっきと同じカスタム。そうすれば多分いけるはずなんですよ。はい、ここ。このゲームにおいてね、主人公を使わないことはね、もう、ダメなんでね。それはもう秩序に反するので、まあ、しつかり、このゲームの趣旨っていうのをね、忘れないで、純粋な心で遊んでいきたいと思います。いやー、こうやって、こうだよな、多分。ほい。レッドイット。危ない、遅い。お、ナイス。それ前でやってくれるの嬉しいな。
ただな、今んとこローラータイヤ一択っていうのもちょっとあれなんだよね。よいしょ、当たってくれるんだ。普通それ下がってくれるんだけどな。ケツつけてさ、ちょっと脅してやろうかなって思ったけど、ちょっと違かった。プランが狂った。今ので。じゃあ、表コインにしようか。しっかり、インついて。ほい。あ、いいんじゃんこれ。これさ、この辺に置いてなんとかなったりする？よいしょ。あ、2枚しか取れてないんだ、今のラインで。あ、これ終わったなぁ。取るねえでさ、この角赤消しっていうのできるのかな。あー、やっぱ無理なんだ。OK。今は当たらないんだ。無敵時間だな、やっぱり。でもさぁ、なんかまた来そうな気がするんだよね。なんだろうな、なんて言えばいいんだろうね。これさ、待って、なんか話してるうちに、あるんじゃねこれ。あるんじゃねこれ。え？あるよ。みんなあるよ、これ。めちゃめちゃ声出ないけど。ありますよ、これ。これありますわ。あ、勝ったわ、これ。赤に来んな。あ、勝った。やっぱね、このゲームってね、主人公ゲーミング、そう、それ忘れちゃいけない。やっぱ初心に帰らないとさ、ダメだからね。原点回帰ということで、ありがとうございました。